はい、どうもお世話になってます。共同の岡本でございます。こちらはですね、私の経験から不動産に関することを勝手に話してしまうという動画になってます。まあ皆さんのお役に立てれば幸いです。今回ですね、ちょっと住宅ローンに関する話をしようかなと思ってます。というのはですね、先日ネットでちょっと最近こう住宅ローンの返済ができなくなっている人が増えているという記事を見たんですよ。働き方改革の影響でっていうことで、残業が少なくなってね、手当が出なくなったとか、基本的に所得が給与自体が下がっちゃったとかね、収入が下がっちゃったっていうことらしいんですね。で、本音言いますとね、本当かななんていう気もするんですが、経験的に言うと、こういったケースなのかなということもあるんですね。実際に年収と借入額のバランスがね、ちょっとどうかなと思うローンの組み方っていうのが結構あります、特にね、新築物件なんかはね、場所によってはすごく高額なんですけども、そういった高額物件を無理して購入する人がそこそこいたんですね。どうしてそうなっちゃうのかっていうと、例えば金融機関も、融資条件に当てはまれば貸したいわけだし、我々不動産会社も売却したいわけですよ。それで買う人も買いたい気持ちが高くなればですね、それはみんなレッツゴーになっちゃうんですね。こういった話を聞いている段階だと、私は大丈夫よっていう人多いんですが、実際にね、現場を見に行ったり、販売センター見に行ったりすると、やっぱりね、テンションが上がっちゃうんですね。でましてや営業マンが営業してくるわけですよ。そうするとですね、その気になってしまう人も少なくないんです。でそれで無理なローンを組んで購入する人も出てくるわけですね。それと住宅ローンを組むときにいくら借りられるのかを考える人もいるんですが、これはね、あまりやんない方がいいと思いますね。どちらかというと生活していけるかどうかを考えた方が良いかと思います。不動産買うとですね、所有すると光熱費とか、税金とか、その他諸々の経費が結構かかるんです、税制の優遇もあるんですけど、ずっとじゃないですね。とにかく出ていくものも多くなるんだってことも覚えておいてほしいです。一番いい住宅ローンの組み方っていうのは、やっぱり昔からそうなんですけど、自己資金を出して借入額を抑えるっていうことですね。それは何かあった時に売却して借入額を全額返済できる可能性が高くなるということなんです。今はね、消費を含めてもう全部借入なんていうのは全然珍しくないんですが、あまりおすすめはしたくないんです。ということでですね、前置きはちょっと長くなりましたけども、住宅ローンが難しくなっちゃうとこうなっちゃうよという話をしといてほしいので、ざっくりですがちょっと話していきたいと思います。住宅ローンの返済が難しいというか、もう返せなくなった時っていうのは、最初は金融機関から手紙かなんかで連絡が来ます。どうしたのっていうことですけどね。で、ちょっとねなんて話してるうちにですね、金融機関もこれはやばいなというふうになるわけですよ。そうするとですね、今後どうしようかっていう話し合いをね、何回か持つことになるわけですが、基本的にはですね、一括返済を迫られることになるんです。返済ができないのに一括返済なんかできるわけないじゃないですか。そうなるとどうなっていくのか、いくつかパターンあるんですけども、代表的なものは競売ですよね。金融機関が競売の開始の申し立てっていうのを裁判所に出しちゃうわけです。そうすると競売の決定がされちゃうわけですね。で、流れとしては調査員が自宅に来ていろんな話を聞かれたりとか、室内とか室外、外回りとかのね、写真をバシャバシャ撮られてしまうと。で、何月何日から閲覧開始ですって言って、情報公開されちゃうわけなんですね。それが3週間ぐらいです。で、その後入札開始ってね、みんなで札入れ合うんですね、いくらで買いますよみたいな。で、それが2週間ぐらいで改札って言って、
この人が一番金額高かったですみたいなのをやるんですよ、まあ、オークションみたいな感じなんですけども、でその落札者がこの入札金額をね裁判所に払い込むと、それでその人の所有物になってしまうんです。競売になると当事者の意思なんてほとんど反映されませんね。しかもご近所さんにバレバレです。そして誰が落としたのかもちょっとはっきりわからないですから、どんな人が来るんだろうなんてね、結構不安も大きくなるかと思います。嫌ですよね。まあ、正直言いますとね、近年はあまり変な人っていうか怖い人が来ることはほとんどないです。ただやっぱり立ち退きは迫られるんですよ。でちなみにですね、引っ越し代が結構出るんだっていう人いるんですが、まあ今はほとんど出ないと思った方がいいですね。もうまあ落とした人にもよるんですけども、あまり期待しない方が良いかと思います。でそれではね、立ち退きをちょっと拒んだ場合はどうなるのか、ね、強制執行の手続きを行われる場合が多いです。まあ、さっき、引っ越し代がほとんど出ないですよって言いましたけども、強制執行の方が費用が少なくなるケースの方が多いんですね。だからなんです。で強制執行ってねものすごいですよ。鍵かけて家の中に立てこもってても、もうびっくりするぐらいですね、強引に追い出しかけられます。ほんとすごいですよ。優しさのかけらもないんで、まあ、できれば素直に退去した方がいいと思います。もう一つのね、処理方法というか解決方法としてよくあるのが、任意整理、不動産の場合は任意売却って言います。任売なんて言うんですけども、これはねお金を貸してる人、債権者とお金を借りてる人、債務者が、お互いに処理する方法をですね解決するために話し合うっていうことですね。で解決していきましょうよというような形なんですが、不動産の場合はもう自宅を売って残った債務をどうやって返済していくかってことがメインの話し合いになります。実際にはこちらの方もねあまり気持ちのいいものではありませんよね。ちょっと話にそらしちゃうんですけども、日本の住宅ローンは基本的にリコースローンになってます。これはね不動産を売却しても、債務が残っちゃうっていう場合は残った部分、足りない部分は用意してくださいね、返済してくださいねっていうようなイメージですよね。で世界的にはねノンリコースローンが主流なんですね。これは不動産を売却しちゃって残債務が残ってももうそれはいいですよというようなイメージかな。その分金利が高いというローンになります。それで任意売却をするとですね、大抵の場合は残債務って言ってね債務が残ってしまうんですよ。そうするとですね、家は売っちゃうわ借金は残るわで、ね、もう精神的にめっちゃいますよね。実際私も昔はですね任意売却の案件っていうのを結構取り扱った時があるんですけども、やってるこっちも気分がめいってきちゃうっていうか、あまりいいものではなかったです。そういったことも実際あるのでね、住宅ローンを組むときには若干でも慎重になるというかね、総合的な生活スタイルを考えて、検討する方がいいかと思いますね。他にもいろいろなケースがありましたが、どんな場合でも精神的苦痛は伴うものでした、ね。最後にデッド事項です。住宅ローンは借金です。普通の生活がしていける範囲の中で検討してみてください。以上です。それではですね、今回この辺で終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。ではまた。